こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。11月に入りました。こちらのオレンジのバラは昨日のハロウィンのために生けたバラです。でこちらのバラは今朝ベランダに咲いていたバラたちです。この時期のバラは春のバラに比べて香りも強くなり色も濃くなります。芳醇な香りに包まれて今日はお届けしたいと思います。11月1日にこの動画を撮っていますが、11月1日は一粒万倍日で、11月も吉日がたくさんあります。この吉日を有効に使っていきたいと思います。一粒万倍日というのは一粒のもみが万倍になるという吉日ですが、3日は祝日の文化の日です。文化の日はもともと明治天皇の生誕を祝う日として、天朝節、その後は明治節の名で祝日とされていました。文化の日とされたのは1948年、1946年に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和および文化を重んじるということから、自由と平和を愛し文化を進める日として文化の日となりました。11月は霜月とも呼ばれます。明治初頭より新暦を採用した日本では12ヶ月を1月から12月の数字で表しています。以前は季節感がわかるような和風の月名で各月を表現していました。その11番目の月を霜月と呼んでいます。霜月は霜降り月が省略されて、霜月に転じた新暦では12月頃となる霜月ですから、陰暦が用いられた当時はすでに霜が降りていたということです。また陰暦の10月の神無月には、日本各地の八百万の神々が出雲大社へ出かけています。お出かけになっていた神々が霜月になると帰ってくるため、神木月とも呼ばれています。11月7日までまだ秋の無用期間です。植物たちもそろそろ冬支度を始めますので、人間も秋の味覚の美味しいものをいただいて養生して冬に備えたいと思います。バラには無償の愛のエネルギーがあるとお伝えしていますが、白いバラには純潔深い尊敬、赤いバラにはあなたを愛しています愛情、美、情熱、ピンクのバラには上品、感銘、オレンジのバラには情熱、熱望をはじめ絆という素晴らしい言葉があります。誇りや幸多かれといったおめでたい花言葉もあります。前回の動画ではシアバターで作ったローズの香りのハンドクリームについてお伝えしましたが、今日はこちらの簡単にできるスプレーについてお伝えしたいと思います。私もこのスプレーを毎年作っています。こちらは無水エタノールと精製水と精油で作るスプレーです。今日おすすめのアロマはラビンツァラ。ラビンツァラは禁忌、注意がないのでこの時期使いやすいアロマです。マスクスプレーにもなりますし風邪予防にもなります。よろしければお試しになってみてください。緑の扉では秋に続き冬の体験会もご案内差し上げています。この時期の過ごし方、来年をより健康に迎えるためのサポートもさせていただいています。よろしければぜひご参加ください。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。